オニオトモード喧嘩チャンネル、やっ、ということで、今回はですね、喧嘩独学というライン漫画があるんですけど、はい、まあ、それで、今年の、一番面白かったというコメントが多いという、はいはい、まあ、今年一番おすすめのライン漫画で、僕36話今出てるの全部読みました。最高。僕は読ましていただいて、ざっと説明すると、まあ、いじめられっ子が、まあ、YouTube と喧嘩を、まあ、介してちょっとこう上り詰めていくというか、いじめっ子を倒したりね、そうで登録者がね増えてったり、ね、まあ、増えてったりとかっていう、一番今の世代というか今の時代に合ってる漫画だよね。現代的だね。現代的、うん、一番面白かったシーンとかある？まあこれネタバレになっちゃうんだけど、35話で、いやいや違う違う違う、ダメよダメよ、いやいや35話でとか絶対ダメだよその先が面白くてみんな見たいからやってるから。これ35話でなんかみたいな出てくる。え、あの、YouTuber のさんが、いや、もうめっちゃ強い版みたいなの出てくる。で、そこがでも面白かった、一番。そう。その、サクセスストーリーというか、うん、まあ、みんなが好きな、一番弱かったやつがどんどんのし上がっていくっていう、一番面白い展開にね、これ、なってるんですよ。そして、まあ、喧嘩と、まあ、YouTube のコラボということで、今回はね、スペシャル対談ということで、はい。はい、まあ、この方に来ていただいております、朝倉未来さんです。お願いします。会いたかった。本当俺は大好き。いやこれ、いやもうどういうところが好きなの？朝倉さん。一番好きなところ。全部。一番好きなところ。全部。ブレないところ。全部。ブレないところ。芯が強いところ。なるほど。心の芯も強いし、体の芯も強いから。ああ。そう。なるほどね。あとこれ。あと腰が重いところも好き。腰が重いところも好きだし。腰が重いところ。はい。そう、蹴りも好きだし。それ以上専門的なこと。うちの相方めちゃくちゃ格好いい。左のパンチも好きだし。で今回ですね、演技がうるさいな、ずっと。ずっとうるさい。もう分かった。それで、今回はですね、一応まあ、前半というか、もう一つ別でコラボが、朝倉未来さんのチャンネルの方で、はい、はい、やらせていただきまして、そちらまあ、いろいろ技を教わったりとか、まあ、ちょっとトークしたりとかさせていただいて、こちらですね、我々の鬼越トマホークチャンネルでは、僕らがですね、朝倉未来さんに聞きたい、質問をですね、いろいろ考えてきましたんで。芸人のチャンネルなんで、下世話になっちゃうかもしれないですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、それで、いろいろちょっと、聞いていきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。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 まあ、今回ですね、まあ、LINE 漫画の喧嘩独学という、まあ、はい、YouTube と喧嘩のコラボの漫画なんですけど、これ実際読まれてどうでした？シンプルに面白かったですね。僕あんま漫画、はい、最近面白い漫画ってないじゃないですか。はい、まあ、そう。そうそう。まあ、そうですね、はい。面白い。それで、あんまり、まあ、そうですね。まあ、あるはあるんですけど、少ないってことですよね。少ないですよ。はい。結構。でもその中でも、やっぱ喧嘩独学、結構面白い。面白いですね。まさにもう朝倉さんみたいな。そうです、確かに確かに。YouTube と喧嘩。似てるなって感じでしたね。うん。実際の中でなんか、喧嘩とかいろいろ出てくるじゃないですか。あれって、リアルなところってあるんですか？いや、リアルですよ。全体的に。あ、本当ですか？うん、すごいリアルだな。リアルなのが面白いですね。ああ。じゃあ、あの、作者の人は結構調べて、とか実体験もあっての書いてるなっていう感じ。格闘技のことも多分好きなんだろうし、うん、で、喧嘩もしたことあるのかなっていう。なるほど。なるほど。結構リアルなやつが好きなんで。やっぱあんまり、じゃあファンタジー的な喧嘩というか、カメハメハ的なのってのはあんまですか？そっちにも行っちゃってればいいんですけど、はいはいはい、微妙なとこは好きじゃないですよ。なるほど。中途半端。映画とかでも、はい、その洋画で、車から飛び降りて無傷とか、はい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 、そこのリアルマジでやばいですから、はいはいはい、30キロぐらいから降りただけで僕死にかけましたからいややったことあるんですね。実際あります俺も行けるかなと思って無理無理無理、え、仕事とかもそういうのじゃなくてプライベートです。プライベートです。いやそれは昔なんですけど、はい、あの地元すごい田舎なんで、はいはいはい、田舎道でやってみたんですよ、はい、30キロぐらいからやってみようと思ってやばい衝撃でした。え、それどんな感じで、かすり傷がめちゃくちゃやってるんです。吹っ飛びましたね30キロで。あ、マジっすか。やばいっす。それ誰も見てないところで一人でやったんですか。いや、違います。友達と。友達なんて言ってました。いや、30キロでもやばいかみたいな。でも、それ友達ってでもやろうぜって友達も、やめとけよって言わないっすね。止めないです。みんないけると思って。いけると思いますよ、30キロ。いやいやい いや、思わないですけど。30キロってすごい遅いですよ。いや、確かに遅いですけど、でも実際やろうとは思わないですよ。そういうの、だから YouTuber 的なことを昔からちょっとやってたんですね。そうですね。普通に、半袖、半ズボン、サンダルでやってましたすごいな。じゃあもう元祖 YouTuber なのかもしれない。いや、そう。そうだから。発想はね。発想はね。おう！まあでもいろいろ我々もですね。確かに。質問をいっぱい考えてたんで。あ、そうですか。いや、次回に質問していいですか。はい、はい。
とりあえずどうしようかな。一番最初だから。あ、じゃあ頼む。ぶっちゃけ今までコラボした芸人で一番つまらなかった人は誰ですか。なんか芸人として面白くなさなかったのはパンサーです。え、オガタさん、オガタさん来て。100点の答え。だって俺もオガタさんの動画見ましたけど、最初知らなかったですもんね。はい、パンサーのオガタっていうなんか芸人さんが来るらしいんですけどみたいな。気使わしちゃいけないのに。ミクル君に気ぃ遣して、なんか、まあ、まあ、ミクル君って言うんだよ、好きなんだよ、やめろ、年下だよ、地元の先輩みたいな、ミクル君がいる、いいの、言いますよね、全然仲良くないのに、急に、朝倉さんが有名になったら、いや、ミクル君がさ、言うやつ、言いますよ、ね、最後に、すごいですね、ダメだやつか、触るの、いやいや、触るのやめて、俺が好きだから、今日は俺にいろいろ話させてくれるじゃん、それ、あの、お笑い。マジみんなの笑ってたから大丈夫。笑ってる笑ってる。お前、滑るのめっちゃ下手だし。違う違う違う。ちょっとやっちゃった。俺が嫌われるようなの言うな。いや、もう嫌われてるから、元から。世間からすごく嫌われてるから、俺らは。ねえ、あと好かれることないから大丈夫。じゃあ、あの、ミクルちゃんに質問なんですけど。ミクルちゃんなんじゃない。パンサーさん。企画自体は結構盛り上がってるじゃないですか。企画自体はね、盛り上がったんですけど、はい、まあ、芸人としては面白くないなと。どの辺どの辺ですか。いや、確かにシンプルに、はい、シンプルに面白くない。芸人としては一番言われたくないわ。素晴らしいわ。シンプルに面白くない。もう芸人さんってこのレベルなんだとは思ってました。だって、まあ、ほぼも藤原さんとか、それにされずにいろんな方されたじゃないですか。まあ、その中でもやっぱダントツで、ダントツでレベル違いました。レベル違うか。悪い方のレベル違う。使ってなかったらもうパンサーは菅田さん。そうですね。逆に一番面白かったの誰ですか。一番面白かったの、誰だろうな。カジサックさんとかはすごいなと思いました。なるほど。ザ芸人ですよね。頭いいなっていう。じゃあ結構トークとか、結構もうカジサックさんみたいな感じでこうバーッと喋って仲いい感じでできる人の方がいいってことですね。そうですね。じゃあその点やっぱパンサーの尾形さんは盛り上がらなかったみたいな、トークあんまいまいちだったなっていうことですか。いや、トークがっていうか、すべて。これはいい。新たな独舌キャラや。いや、すごいな。これ。お笑いの審査員とかやってほしいわ。確かにね。まだコラボしてない YouTuber でコラボするとしたら、この中から一人だけ選ぶとしたら誰？ヒカキン、ヒカル、江頭2時50分。誰と？全部見たいんですよ、一応。一番伸びそうな人ですか？江頭じゃないですか。ああ、やっぱそうなんだ。江頭って何したいですか？なんでしょうね。スイーツ、大食い勝負。でも意外とこれ伸びるかもよ。意外と意外ともイメージないし、エガちゃんがスイーツ食べてる動画ってあんま見たことない。見たことない、見たことない。意外とそういうのやらない人だ。そうそう、これ僕ら江頭さん交流あるんですけど、はいはい、言っといてもいいですか。そう、ぜひぜひ。ちょっと江頭ちゃんに言っときます。ちょっと言っときます。会った時に。いや、おもろ。メイウェザー、はいはい、とマグレガー、はい、どちらか一人としか戦えないとしたらどっち。あ、マグレガーですね。おお、それはそれ、なんでですか。え、 MMA の選手だ。 MMA の選手だ。そういうことか。じゃあマクレーガーがもしダメになった時に、メイウェザーとじゃあそのじゃあ天心君みたいな感じで勝負するってなった時に、はい、どっちを選ぶかって聞きたいんですけど、ファイトマネーを交渉ありのボクシングマッチと、ファイトマネーなしでキックボクシングマッチ。おお、ファイトマネーなしでキックボクシングマッチ。これ聞きたかった。これ分かるか。いや、今のところ全然分かってない。分かんない。で、ボクシング、メイウェザーはボクシングの世界チャンピオンだ。あ、知ってるよ、それを。そう、それで。よければうまいでしょ。そうそうそう。だから、ボクシングで戦ったら、まあ、分は悪いから。うんうんうん。でも、キックが入ることによって、どうなるかっていうことなのよ。勝ちに行くってことですよね。そうですね。ファイトマネーゼロでも。はい。なるほど。要は、男だ。勝つ。ファイトマネーゼロだ。いやいや、勝ったら大きな。お金を生むでしょ。いや、まあまあね。それも YouTube で撮ったからできます。できそうです、ね。それはできないです。それはできないです。さあ。ラスカー天心 VS タケルの試合展開を予想してください。おー、なるほど。階級が違うんですよ、2人の。天心くんは55キロで、タケルくんが60キロぐらいなのかな。はい。まあ、なんで、どっちの体重でやるのか、まあ、間を取るのか、57、58。それによってもだいぶ変わってくると思うんですけど。合わせるとか
また天心くん寄りの体重の時は普通に天心くんが勝つと思います。1ラウンド KO、 1ラウンドで KO する。ああ、タグル選手寄りの体重だったら全然、1ラウンドで倒せなかったら判定でタケル選手が勝つか。体重によるとですね、体重は結構でかいかなと思います。ありがとうございます。カットは関係ないですけど、いいですけど、ああ、なんか人気出てきて、ああ、エゴサとかするんですか。エゴサです。エゴサ、エゴサーチしたりするんですか。あんましないですけど、はい、まあ、たまにしますね。あ、するときにタイミングって決まってるんですか。するときはね、うん、いつするんだろうな。どういう、荒れたときかな。荒れたとき、逆に、逆に、逆に荒れたときに、はい、どんな感じなのかなって、世の流れが。ああ、そういうことですか。なるほど、なるほど。みんながどういうふうに朝倉未来を見てるのかなみたいなってことですか。そうです、そうです。どういう捉え方をしてるのかなっていう。ああ、そういうことか。意外と、じゃあ、たまーにするってことですね。そうですね、あんまり見ないですね。まあ、これ2択で、うん、前田明と瓜田純氏から同じ日にコラボの話が来ました、うん、どっちを断る。前田さん。瓜田さんってあの、すごい人でしょ。そうそうそう、あの、炭の、はい、炭の方でしょ。瓜田さんを受けると、はい、その理由は、はい、いや、瓜田さんの方が再生伸びるんで。ああ、なるほど、はい、それは一応大先輩的には前田明さんだけど、そこは再生数というか、あ、そうですね、あの、面白さってことですよね。そうです、そうです。 YouTube 的には前田さん引きがないってこと大丈夫ですか、それは。いや、まあ、瓜田さんがすごいんで。瓜田さんがすごいですよね。そう、比較対象がちょっと強かった。なるほど、なるほど。前田さんとの対談やっぱちょっと面倒かったですか。面倒かった、まあ面倒かったですね。やっぱその、めっちゃ喋るじゃないですか。いや、確かに聞きづらいですよね、声が。まず聞こえづらいじゃないですか。はいはいはい。その後に話を理解しないといけないんで、はい、すごい疲れるんですよ。ジムのオーナーの堀哲平さんのツイッターとか見てるんですけど、はいはい、最近オクタゴン付きのジムを買おうとしてらっしゃったんですけど、はいはいはい、UFC はやっぱ興味ありますか。 UFC ね、まあ、ちょっと戦ってみたい願望ありますね、やっぱり。でもやっぱあっちのランキング制で知らない外国人って最初やらされるじゃないですか、はいはい、そういうのでも全然、まあ、それはやっぱり UFC という舞台に価値があるんで、はいはいはい、やってみたい、じゃあやってみたいですね。UFC とベラトール挑戦だったら海外でどっち選びますか。はい、UFC です。UFC か、素晴らしい。うーん、これは嬉しい、これはファンは嬉しいですね。ファン喜んでる。お前ちょっと喜んだ顔してる。全然知らないからと。いやいや俺もお前が野球の話してるって言っても全然わかんないから。いや、そうだよ。俺もあんまりそういうの介入しないでしょ。大丈夫ですか。これ、まあこれね、デリケートだし、その朝倉未来って人間考えると僕も、うん、一度行ったことはってのはあると思うんですけど、このあと2年で引退するっていうあるじゃないですか、はい、何かしら格闘技界の流れもあって3年になったりします。あ、どうなんですかね。絶対やめます、もう2年で。絶対やめようと思ってますけど、なるかもしれないですね。もう負けなかったらやめないかもしれない。あとビッグマッチとかの感じが、例えば本当にコナー・マクレガーが2年後にじゃあなんかやろうよみたいな流れ、はい、でお金も用意してくれるとこできてみたいになったら3年ないし4年ぐらい伸びたりしますか。4年はないですけど、どうなんですかね。多分ないと思います。3年はあり得る、あり得るかもしれないですね。嬉しい、これは一番嬉しいわ。2年で俺ずっと日にち数えてたんだから引退しちゃうよって。もう2年もうやめろって焦ってるわけよ。なるほどね。でもね、だからこそ価値が生まれるのよ。そういうこと。そうそう、やっぱ団体に負けてほしくないのもあるわけ、格闘イベントとしては。マクレガーってそうじゃないですか。 UFC と対等じゃないですか。なるほど、引けたぞ。いやーすごい。今地上波で今出たい番組ってあります。地上波やっぱ YouTube 活動の方がメインだと思うんですけど。確かにそれみたい。シャレクリ7とか。おお、マジっすか、はい、なんで出たいですか。見てたんで。あ、本当っすか。見てたのがしゃべくり7とモニタリング。モニタリング、あとあれ、モノマネグランプリ。おお、え、まあ、この間出たんですけど、これちょっと関係者とか見てたら、ね、オファーがめっちゃ来ると思いますよ。登録者何人いるんですか。僕らですか。僕 5万人です。5万人です。見てないですね。いや逆に関係者しか見てないですよ。そうですよ。僕らの仕事の方で一切見てないですよ、はい、関係者、テレビ関係者に向けてのプレゼンなんで。関係者か反社が見てるって。そうですね、反社、はい、僕が言っても反社チャンネルって言われてる。確かに。
だからこれもしかしたら見てる方は、あ、じゃあ朝倉さんにオファーしようっていう方も多分多いです。今多分オファーしていいんだと思ってると思います、うん、そのオファーしていけないのかなみたいな。なんでなんですか。やっぱそのちょっと怖いからですよ。怖いですか。え、怖くないです。会ったら怖くないけど。今日の話した感じは全然怖くないですよ、うん、イメージっすね、多分、うんうんうん、あとちょっとあれありますか、プリント。キングオブコントっていう、はい、コントの、1位を決める大会がありまして、はいはいはい、ライジングランプリみたいな感じ、はい、もうパッと見、パッと見優勝予想、これ一応決勝メンバー、はい、で、これが当たったらまた M1 が出た時に予想してもらいに来ますから。あ、僕あれしか知らないですね、ジャングルポケット。おあだけど、はい、パッと見っすよね、この人。あ、ロンコートダディさん、はい、え、これ何なんですか、パッと見。パッと見一番花がありますね。おお、なるほど。輝いてる。ジャンポケさんとかジャジャさんより全然。全然。あ、本当ですか。いや、なんかもう、黒いオーラ出てますよ。ジャルジャルさんは黒いオーラ出てますよ。いや、黒い服着てるからじゃないですか。いやいや、なんか、はいはいはい、いまいちっすか。写真の素材悪くないですか。ああ、確かに。一応、唯一知ってるジャンポケさんは負けちゃうと。負けちゃうんですね。まあ、ただこの人が優勝しました。あ、ロンコートダディ。これ、ロンコートダディ優勝です。2020年キングオブコント、朝倉未来の予想はロングコートダディです。はい、ロングコートダディが優勝です。一回も見たことないです、はいはい、え、ちなみにニューヨークって同期なんですけど、はい、これ10組の中だと何位ぐらいだと思います。ニューヨーク顔見てください。ああ、顔で、はい、顔だけで鼻で選んでください、完全に。そうですね、5位一番跳ねない、ニューヨークは5位、一番跳ねない順位、5位。でもニューヨークの5位は全然あり得る。いや、あり得るね。じゃあニューヨーク5位で、ロングコートダディが2020年チャンピオン、はい、これ当たったらすごいよ。 M1 グランプリ当たりますか。はい、もし M1 に朝倉さんが出ない、で出なきゃいけないことになったらメンバーって誰になります。相方、相方、今のこのメンバーね。あ、今の僕のチャンピオンのチャンピオンのメンバーどうでしょう。まあ地元の友達の、じゃあ岡君も入れましょう。はい、よく知ってんのか、はい、ついな。岡君と吉田君、佐久間君、佐々木君。 M1 ってコンビじゃないのかな。まあ、トリオもいけます、はい、てかまあ何人でもいけるんですけど、できればまあコンビで、ね、コンビで限定で。で、まあじゃあもう一人入れましょう。あ、じゃあ弟、兄弟コンビ、カイさん、中川家さんみたいな。兄弟コンビ引き合うのね。そうす、もう絶対出なきゃいけない、誰か一人。岡君。なるほど、じゃあ今の今使ってるメンバーは面白くないと。まあちょっときついですね。きつい。岡くんって面白いんですか。面白いですよ、めっちゃ。パンサーの岡さんとどっちが面白いですか。全然岡くん。岡くんとか全然面白いですから。いいね。いいな、やっぱ最高だよ。朝倉未来 VS 朝倉海がライジンルール3ラウンドで行われたとしたらどういう決着がつく。もう体重によりますよね。でも今の体重で。あ、今の体重で。はい。あ、俺は KO ですね。KO、はい、何ラウンドぐらいですか。1ラウンドじゃん。1ラウンドで、へな、うんうんうんじゃなくて、もっと盛り上げろよ。なんだよお前のガチの質問さ。いいだろじゃねえよ。なんだよお前、そういうなんかガチのファンが一番盛り上がんねんで、こういうのいいじゃん。何言ってんだろ、あったんだから。ふざけんな、何なんだよ、ふざけんなよお前、ふざけんなよ。うるせえな、もったいぶってねえで早く試合しろよ。本当は思ってないと思うんですけど、柴田とかと戯れてないで本当の試合見たいなって年末楽しみにしてます。ありがとうございます。すいません、大した悪口言えない。いねえ、ぶっちゃけ怖いんですよ。怖いですよね。怖いんですよ、ちょっと、はい、本当にこれでムッとされて殴りかかってもう怒られたらもう終わっちゃうんで、僕らも。まあまあ、それは僕らももう格闘技界ね、いろいろあると思うんですけど、やっぱ年末の試合は僕すごい楽しみにしてますんで。任せてください。もうね、もう僕はもうとんでもない対戦相手でやってほしいですよ、やっぱ。こんなこと言うのもめっちゃ失礼だし、格闘技ファンに叩かれますけど、日本人でいなくないですか、釣り合う選手。正直言いますよ、俺もうずっと見てるから。今戦いたいって思う人いないじゃないですか、正直。正直いないですね。はい、でそれを無理やり盛り上げようっていう状況じゃないですか。はいはい。だからどうにか年末までなんか盛り上がる流れができればなと思ってて。まあね、確かに。だから前田さんは、前田明ビーチ朝倉未来はめっちゃ盛り上がるでしょ。めちゃくちゃ見たいよね。それは見たい。もう前田さんボコボコにしてるとこ見たいよね。こんな今価値があるけど対戦相手があるいない選手いないんで、これお願いします。
ね。本当に俺格闘技ファンからの願い、釣り合う相手いない正直言ったら。そう出てきてほしい。いやいや、もうもちろん分かってるけど、ちょっとやめてもらえる？変なことですもん。そう、全ズブの素人からかまとめてさ、格闘技背負ってるみたいな感じ。いやいや、みくるさんが言うたら分かるんだけど。いやいや、年末どう、いやいや、どう妄想してもピースがまだ当てはまらないわけよ。コロナっていうのは。それがだから、あのこっち側の運営サイドのみくるさんがやるから。いや、運営は情けない。単純に楽しんでもらっていい？そういう。その、運営が情けないわけじゃ。俺らでクラウドファンディングやっていいですか？あの、ミクル選手の対戦相手とファイトマネーを募集やっちゃおう。吉本でもあるんですよ、今。いや、そうです。クラファンできるんで。1億集めよう。1億集めたらすごい、ね。前澤社長とかでお願いするの。確かにね。そうそうそう。まあ、それはできるんですね。それ、もう、誰と見たいですか？誰と見たい？それをさ、ちょっと言ってもらっていい？前澤社長。でも、あれね、朝倉未来対前澤社長みたいな。YouTube じゃないですか。いや、だからその、これデリケートな名前ですよ。例えば、斉藤選手とか真島選手は、いいと思うんですけど、じゃあ、地上波でやる意味というか、朝倉未来が戦うってなって、一般の人見たときに、うん、知名度大事ですね。そうなんですよ、はい。それはもう、多分格闘技ファンが、やれやれとか言うんですけど、それはもう、長い目で見たら、ちょっと、あのもうちょっとストーリーが欲しい。ストーリーというか、でもまあ、あの国内チャンピオンに俺が勝てるのかって思ってる格闘技ファンも多いみたいなんで、うん、まあ、ちょっとやってやろうかなとは思ってるんですけど。なるほどなるほど、ね、じゃあ実際そういうのもあるんですよ。やってやろうかな、やってやろうっていうのはもうずっとあって、もう常にいつでも戦える状態なんで。確かにその相手の知名度がある程度ないと、うん、まあ朝倉さん的にもなプラスあんまないですもんね。まあ正直僕的にはプラスなくても別に倒しちゃえばいいかなっていうか、うん、ああ、でも知名度で言ったら、いやもうね、長嶋一茂とか知名度めっちゃある、強いでしょ、結構。やられちゃうよ。やられちゃう、一茂。一茂やられちゃう。あ、煽られちゃうよ。さっき、食らったの。いやいや、八重選手だろ。バラエティーみたいになるじゃん。いやいや、いいじゃん、面白いじゃん、それ。それで。やってほしい選手がね、俺、日本人で今ね、上げれないっすよ。弟さんの階級がね、豊富すぎるというか、タレントが。フェザー級が全然いないんですよ。もういい？あと1時間やりましたよ。ガチファンなんで。でも格闘技ファンの方のような意見です、ね、はい、そうです。だっていろいろありますけど、やっぱ朝倉未来がいなかったら今日本の格闘技は盛り上がってないですから。朝倉未来、朝倉天心ですよ。それがいなかったらもうそれで地上波やるのは無謀すぎる、まあ、って思ってます僕は、はい、それがお前の意見ってことな、はい、そう、どんなに叩かれたっていい、はい、それ、うん、それが勝つと。さすが朝倉さん。興味ない人からしたら。いやいやいや、今日この見るのは興味あるんで、もうそのキャスティングとかはちょっと分かんないですよ。キャスティング、え、何マッチメイクをキャスティングキャスティング。そうだね。アメトーク見るのめっちゃすごい。朝倉さんの試合めっちゃ見てるんですけど、はい、キャスティングとかはね、だから僕が言ったのは、こいつが興味持つ対戦相手じゃないとダメだと思う。そうですね。そうですね。だから僕が一般の男子なんで、その人たちも見るような、やっぱ言ってほしいですね。まあ、地上波はそういうの求められてますね。はい、うん、だからそこはね、そうですね、きっとマントみたいな朝倉未来 VS ってこっちもっていうのがあればまあまあ、ね、いいんですけどね。それはね、まあ、まずそこら辺はキャスティングの方任せよな。どうじゃ、どうにか口出していきたいと思ってるよ。口出せないって、ただのもうただの好きなやつプラスファンディングだろ。分かりました。はい、オウ、はい、ライン漫画喧嘩独学の、まあ、コラボレーションというか、そうですね、はい、はい、させていただきまして、まあ、喧嘩独学めちゃくちゃ面白いですよね。面白いですね、実際、はい、僕らも読んで面白かったもんな。面白かったです、はい、ちょっと見ていただければと思います、はい、ということで、鬼越トモコチャンネル以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。